おはようございます。4月23日日曜日10時9分でございます。ですね、昨日動画を全く撮らずにしてしまいましたね。動画が撮らずに、日々を過ごしていました。ちょっと疲れが溜まってたのかな。配信もいろいろやってみたんですけど、まあちょっと今日からまたね、やっていきたいと思います。ということですね、今日はちょっと知人のですね、キャンプ用品を自宅に届けて、そのままですね、泉方面でちょっと配達しに行こうかなと思います。ちょっと急ぎます、10時なんで。の方を買いました。ですね、空気入っても寒かったんで、新しい靴を買いました。5000円です。またやらかしました。ですね、とりあえずキャンプ用品、友人宅ですね、置いてきて、で稼働したんですね。稼働して東仙台ですね、東仙台に行ったんですよ。そしたらですね、私がいつもつけてるチェストマウントですね、あれなくねって思って、はい、まあなくしたんですよねでなくすとしたらですね、この靴を買いに行ったところで多分服脱いだんで、その時にちょっと置き忘れたのかなと思って戻ったんですよ東仙台から。ちょっとぼかしますけど、南吉成なんで、まあかなり距離あったんですよ。でそれですね、そのチェストマウントねえって思って、もうちょっと探してたんですよ。そしたらですね、なんと見つかりましたすごいっす、すごい、本当見つかんないと思ってたんですけど、見つかったんですよ。それがですね、こちらです。これチェストマウントで、これですね、これが高いんですよ、ピークデザインのやつ。これね、多分車かな、車でですね、多分やったんですね。なんとですね、壊れていないという、はい、じゃあ壊れていないという奇跡が起きましたああ本当物なくしたり本当多いっす俺。ああもううんざりっすよね自分に。でなんやかんや言って真ん中運ねえのかなと思ったんですけど、逆に運いいっすよ俺多分本当にこんだけ物なくしたり財布なくしてるくせになんやかんや言って見つかってますもん免許証の再発行とかもやったこともないですし、アラバキロックフェスタ行った時もですね、普通に財布とか紛失させてますからね、もうしっかりねありましたけど、ね、中身とかもスマホなくしたりとかも何回もありますけど、なんやかんや言って見つかってるんで、逆に運いいのかな俺は俺の不注意でね、はい、もうちょっと悩ましすわ。はい、以上でございます。とりあえずですね、こちらはかなり死活問題なんで、俺これないとかなりやばかったんで、これが1万円に、これが6000円ぐらいするんで1万6000円なんですよ。これをなくすとかなり出費がでかかったんで、とりあえず見つかってよかったです。はい、4時59分でございます。はい、ちょっとですね、いろいろとですね、ゲーム配信の方しようかなと思っていろいろやったんですね。この回線ですね、 4G で、携帯の端末の回線で FX を配信しようとしたんですけど無理だったね。気づいてたけど諦めきれずに何回かやったけど、どうやってピングが高いんだよマジでどうあがいとピングが高いんだよ、80以下にならないんだよ絶対知ってたんだけどな、知ってたんだけどな、諦めきれないんだよもう。ということでね、ドコモ光契約するかちょっと悩んでおります。はい、今から実家帰ってエンジンオイル交換したいと思います。理由です、ご飯買います。エンジンオイル交換してですね、そのまま稼働した感じです。今は9時半ぐらいです。はい、飯買います。はいアボカドマグロ丼でございます。マグロ丼がですね、半額で売ってたんで買っちゃった、また買っちゃったそしてなめこ汁、いやーうまいんだよこれが。はい、ということでいただきます